を取られたらダメですよ。それと全部政権、政権です。アンチがね、なんか中にこう裏剣やってる、君の方は裏剣ですね。下回すね、この裏剣の方が効くんです。でも東馬は政権です。ミフロディスタンス、そう、裏剣、オッケー、パッチディスタンス、この手がこういうふうにする人もいるし、たくさんいます。ただこれはこう開いて自分の顔をガードするんですよ。ガードするのと同時にここで水月を入れる。だからこの時ですね、腰をちゃんと据えてください。ほら、こういうしっかり据えてください。そうしないとこっち持っていかれますよ。こういう不安定な位置だったらこのパンチは効かない。分かりました。だから必ずしっかりバッと開いてやろう。グッドバランスでね。ディフェンスはベース。それでここでグッドするんですよ。ストレートパンチ。こういうふうにいきます。よろしいですね。そういうところちょっとやりしてください。それではですね、まあ、この練習をしながら、適時水を取りながら、11時まで休憩ということで、はい、今のワンポイントちょっとやりながら休憩ということで、はい、11時まで。